ボリス・カーロフ演じるフランケンシュタインの怪物。フランケンシュタインの怪物は、ユニバーサル・モンスターズのロゴマークに採用されている。ユニバーサル・モンスターズ、または、ユニバーサル・ホラーは、主に1920年代から50年代にかけて、ユニバーサル・スタジオが制作していた、ホラー映画、スリラー映画、SF 映画の通称。1923年に公開された、 ノートルダムのセムシ男に始まり、オペラの怪人、魔人、ドラキュラ、フランケンシュタイン、ミイラ再生、透明人間、狼男、大アマゾンのハンギョジンなどの名作を生んだ。また、ベラルゴシ、ボリス・カーロフ、ロン・チェーニー・ジュニアなどが回帰スターとして知られている。1970年以降は、同社によるリメイクやスピンオフが数多く制作され、それらを含めた場合、 作品数は100作を超える。ロン・チェーニー演じるファントム1923年、ユニバーサル映画は、ロン・チェーニー主演の、ノートルダムのセムシ男を制作した。制作の際には、ノートルダム大聖堂を含む15世紀のフランスを再現した撮影セットが用意された。チェーニーは1925年の、オペラの怪人でも、主演のファントム役を務め、 オペラ座のセットは1943年のリメイク版に流用された。チェーニーはノートルダムのセムシ男のカジモド、オペラの怪人のファントムという映画史上に残る最も危険なキャラクターを演じたと評されている。一方で演技については観客からの同情を誘うキャラクターになるように努めていた。チェーニーは1925年のインタビューで 私は最も低い人間の中に最高の自己犠牲の精神が宿っている可能性があることを人々に思い出してほしい。小人症の小敷が高貴な理想を抱いているかもしれません。オペラの怪人、殴られるキャツ、三人などで演じた役の大半は自己犠牲や高貴のテーマを秘めていました。これは私が演じたい物語ですと語っている。 チェーニーは怪奇映画ブームが本格化する直前の1930年に死去した。彼の死後、息子クレートンは父の名を受け継ぎ、ロン・チェーニー・ジュニアと名乗り俳優となり、1940年代の怪奇映画ブームを牽引することになる。ベラルゴ氏演じるドラキュラ・ボリス・カールオフ演じるイムホテップ1931年、マジン、ドラキュラ、フランケンシュタインが公開された。 ドワイト・フライ、エドワード・バンスローンの二人は高い評価を受け、以後の10年間で多くの映画に出演した。また、1930年代のユニバーサル・モンスターズに登場する怪物のメイクアップの多くは、メイクアップアーティストのジャック・ピアースが手掛けている。1932年には、ミエラ再生が公開され、ボリス・カールオフが怪物、リム・ホテップを演じ、その後は、 エドガー・アランポー原作のモルグ街の殺人、黒猫、大ガラスが制作された。モルグ街の殺人ではルゴシが主演を務め、黒猫、大ガラスではルゴシとカーロフが共演している。ユニバーサルは1933年に透明人間を制作し、1935年と1936年にはシリーズの続編、フランケンシュタインの花嫁、女、 ドラキュラを相次いで制作した。1935年には、ヘンリー・ハル主演の、ロンドンの人狼を公開した。この映画は、映像が現存する作品としては最も古い、狼男映画であり、春の狼男の演技にも好評で、現在では高く評価されているが、公開当時は、工業的には振るわなかった。ホラー映画の制作は、1937年に一度、 終わることになった。ユニバーサルは制作スケジュールからホラー映画を取り下げ、その後1939年まで制作されなかった。その間、劇場のオーナーは、マジン、ドラキュラとフランケンシュタインの再上映を行い人気を復活させ、新シリーズを制作するようにユニバーサルに求めた。劇場側の要求に押されたユニバーサルは、1939年に、 ベージル・ラスボーン、ルゴシ、カーロフ主演のフランケンシュタインの復活を制作している。グレン・ストレンジ演じるフランケンシュタインの怪物1941年、チェーニーの息子、ロン・チェーニー・ジュニア主演の狼男が公開された。チェーニー・ジュニアは4大モンスターの狼男、ドラキュラ、ミイラ男、フランケンシュタインの怪物すべてを演じ、カーロフ、 ルゴシに代わりモンスター映画の花形スターとなった。しかし、チェーニー・ジュニアは身体的には父親に似ていたが演技力では劣っていたとされている。ユニバーサルはクレジットからジュニアの表記を意図的に外したため観客の中にはチェーニー・ジュニアを父親と混同するものが出た。1943年にはオペラの怪人のリメイク作品を制作し、クロード・レインズが ファントム役を演じ、スザンナ・ホスター、ネルソン・エディが共演した。フランケンシュタインと狼男のシリーズが続き、フランケンシュタインの幽霊では、チェーニー・ジュニアが怪物役、ルゴシがイゴール役で共演し、フランケンシュタインと狼男では、チェーニー・ジュニアが狼男役、ルゴシが怪物役を務めた。また、夜の悪魔では、かつてルゴシが演じたドラキュラ役として、 チェーニー・ジュニアが出演している。ザ・マミーシリーズは、ミイラの復活、ミイラの墓場、執念のミイラ、ミイラの呪いが相次いで公開され、ミイラの復活以外の作品で、チェーニー・ジュニアがミイラ男を演じている。フランケンシュタインの館、ドラキュラとセムシオンラでは、ドラキュラ、フランケンシュタイン、狼男の三大モンスターが共演し、コメディーホラーの デコボコフランケンシュタインの巻では、ルゴシが再び、ドラキュラを演じている。アーサー・フランツ演じる透明人間とアボット、コステロリコー・ブラウニング演じるギルマンと、ジンジャー・スタンリー1954年、ジャック・アーノルドが監督を務めた、3D 映画、オー・アマゾンの半魚人が公開された。3D 映画は1953年にピークを迎え、1954年には、 衰退し始めていたため、地方の劇場では 2D で上映されていた。同作は1975年にアナグリフ 3D で再上映され、1980年代に発売された VHS でも同バージョンが収録された。映画はプロデューサーのウィリアム・アランドがメキシコの撮影監督ガブリエル・フィグエロアから聞いたアマゾン側に伝わる反魚人の怪物の伝説をもとに、 アーノルドが美女と野獣からインスピレーションを得て制作した。反魚人ギルマンはウォルトディズニーカンパニーのミリセント・パトリックがデザイン。したが、彼女の功績はメイクアップアーティストとしてクレジットされたバドウェストモアの影に隠れてしまい、半世紀の間正当な評価を得られなかった。ギルマンのスーツは通気性が悪く、演者のベン・チャップマンは暑さをしのぐために、 湖のシーンでの撮影では常に湖に入ったまま1日を過ごしていた。また、視界も悪いため、洞窟のシーンでは、ヒロインのジュリー・アダムスを何度も壁にぶつけている。水中シーンでは、リコー・ブラウニングがチャップマンに代わり、ギルマンを演じている。また、アボットとコステルが主演を務めた、デコボコ・フランケンシュタインの巻のヒットを受けて、デコボコシリーズが制作された。同シリーズでは、 ドラキュラや透明人間が登場する作品も制作されシリーズ最終作となったデコボコミイラ男ではミイラ男が登場している。1957年にはマジン、ドラキュラ、フランケンシュタインがショックシアターの一環としてテレビ放送された。1958年に創刊されたホラー映画雑誌フェイマスモンスターズ・オブ・フィルムランドには ユニバーサルモンスターズの怪物がたびたび表紙を飾った。1950年代は1940年代とは異なり、モンスター単体の映画が多く制作された。また、科学の浸透の影響を受け、放射能で巨大化した生物や宇宙人などの SF 要素の強いモンスターが主流となった。ダークユニバースのロゴ、ザ・マミー、呪われた砂漠の王女の監督と、 主要キャスト2014年7月、ユニバーサルは過去に制作したホラー映画をリブートしたダークユニバースというシェアードユニバース作品を制作することを発表し、シリーズ第一作としてザ・マミー、呪われた砂漠の王女が2016年6月24日に公開されることも発表された。ユニバーサルはシリーズ制作の中心メンバーとして、 アレックス・カーツマンとクリス・モーガンと契約を結んだ。シリーズ制作が発表された時期、ユニバーサルが制作するドラキュラゼロは撮影の大半が終了しており、カーツマンとモーガンはドラキュラゼロをシリーズ第一作として公開することを検討したが、ユニバーサルの意向を受け、ザ・マミー、呪われた砂漠の王女を第一作とする方針を再確認した。主演を務めたルーク・エヴァンズは、 ドラキュラゼロの新作をダークユニバースに組み込んだ上で制作することを希望しているが、カーツマンはドラキュラゼロがダークユニバースに組み込まれる可能性は低いと述べている。2017年、ユニバーサルは公開が延期されていたザマミー、呪われた砂漠の王女が公開される直前に、シリーズの名称がダークユニバースであることを正式に発表し、同時に透明人間、 魔人、ドラキュラ、フランケンシュタインの花嫁、オアマゾンの半魚人をリブートすることを発表した。また、ダークユニバースのモーションロゴも公開され、ウェタデジタルが映像を制作し、ダニー・エルフマンがテーマ曲を作曲している。公開後には、オペラの怪人、ノートルダムのセムシ男をリブートすることが発表された。さらに、ユニバーサルモンスターズのように複数のモンスターを、 共演させた作品やサブキャラクターを主人公にしたスピンオフ作品の制作も視野に入れている。しかし、ザマミー、呪われた砂漠の王女は興業成績が振るわず批評家からも酷評され、カーツマンとモーガンも企画を交換したため、ダークユニバースの専用オフィスは活動停止状態となっている。今後の方針として、 シリーズとしてのつながりのない独立したリブート作品を制作していくことが有力視されている。また、ジョニー・デップ主演でリブートが企画されていたザ・インビジブル・マンの脚本家エド・ソロモンもユニバーサル社と映画のアイデアに相違があったからという理由で降板している。2019年1月、ユニバーサルは透明人間を単発作品としてリブートすると発表し、 ジェイソン・ブラムをプロデューサーに、リー・ワネルを監督に、エリザベス・モスの主演で制作されることが発表された。2020年2月にこの作品は封切られ、興業成績、批評ともに絶賛された。同作の大ヒットを受け、ユニバーサルとファーストルック契約を結ぶブラムハウスは、リメイク版、ドラキュラの準備をスタート。カリン・クサマが監督し、 フィルヘイトニック・スパイサーが脚本を執筆しているという、ありがとうございます。